回のタイトルは、チャット GPT が次の柴犬になる可能性のある6つのアルトコインを予測です。ぜひ最後までお付き合いください。人気の AI チャットボットのチャット GPT は、フロキ、キシュ、イーロン、埼玉など次の柴犬になる可能性のある上位6つのアルトコインを紹介しています。柴犬は2020年2021年の強気相場で最も顕著な上昇を記録し、多くの投資家を驚かせました。レポートによると、その価格は2020年8月から2021年10月の間に 4,500万%以上急騰し、 0.000088 ドルの史上最高値 ATH を記録しました。柴犬の驚くべき急騰により、多くの投資家が一夜にして億万長者になりました。その結果、この急騰を逃した市場参加者は同様の価格急騰を経験する可能性のある次の柴犬を探すことに集中しています。次の柴犬を探す。市場には数多くのトークンが存在するため、次の柴犬を見つけるのは困難なことです。コイン月光のデータによると、少なくとも5300のトークンが毎日市場に投入されており、2024年4月時点で今年は54万を超えるトークンが発行されています。これらのトークンのほとんどはミームコインであり、柴犬から始まったより広範なトレンドの一環として戦略的に名前に犬を追加しているものもあります。とはいえ、2021年の柴犬の成功物語を再現できるという保証はありません。チャット GPT 次世代の柴犬候補トップ6を紹介。投資家による継続的な調査の中で、チャット GPT のサービスによって可能な答えを導き出しました。それによると、次の柴犬を見つけるには、急速な成長の可能性、活気のあるコミュニティ、そして現実世界での使用例を持つトークンを特定することが必要となります。興味深いことに、チャット GPT は次の柴犬になる可能性のある6つのアルトコインを強調しました。 1. フロキ。リストのトップはイーロン・マスクの柴犬フロキにちなんで名付けられたミームコインフロキです。2021年7月に現実世界のユーティリティとミームコインを組み合わせるために作成されました。積極的なマーケティングとバーンキャンペーンのおかげで、フロキは業界で大きな人気を獲得し、ソーシャルメディア上で活気のあるコミュニティを構築するのに役立っています。執筆時点でフロキは 0.000177 ドルで取引されており、1日あたり 11.3% の下落となっています。2024年6月5日に記録された最高値 0.000362 ドルから現在 57.67% 下落しています。フロキは55番目のトークンであり、評価額は14億4000万ドルとなっています。 2. 紀州券。紀州次期柴犬候補の2番目のトークンは紀州です。2021年4月17日にローンチされた紀州は、 NFT と分散型取引所を特徴とする分散型エコシステムの構築を目指すミームにインスパイアされたトークンです。チャット GPT はコミュニティエンゲージメントとマーケティング戦略の点で、紀州は柴犬と類似点があると指摘しました。現在のレートは 0.000000073743 ドルで、紀州は 5.08% 下落しています。2021年3月14日に記録された最高値 0.000002 ドルから 98.14% 急落しました。このコインは評価額3462万ドルで618番目のトークンとしてランク付けされています。 3. セーフムーン。チャット GPT は柴犬の2021年の偉業を再現できる3番目の資産としてセーフムーンをランク付けしました。2021年3月にリリースされたセーフムーンは、独自のトークノミクスにより暗号空間で大きな注目を集めることに成功しました。その重要な機能にはバーン、性的報酬システム、自動 LP 取得などがあります。柴犬と同様にセーフムーンは活気のあるコミュニティを誇り、それが採用を促進し続けています。現在セーフムーンは 0.000003005 ドルで取引されており、過去1日で 1% 下落しています。セーフムーンは1673万ドルの時価総額を誇り、1030番目のトークンとなっています。2022年6月5日に 0.003383 ドルの最高値を記録し、それ以来 99.1% 下落しています。 4. ドゲロン・マーズ。イーロン。同時コインとアメリカの実業家イーロン・マスクにインスピレーションを得て、
ドゲロンマーズは2021年4月23日にローンチされました。その目的はコミュニティ主導の取り組みと宇宙をテーマにしたマーケティングに集中しています。イーロンは活発なコミュニティのサポートとミームコインの魅力により幅広い人気を獲得しています。406番目の暗号通貨としてランク付けされているイーロンは時価総額7737万ドルを誇り、トークン価格は 0.00000148 ドルです。現在2021年7月31日に記録した史上最高値 0.000003263 ドルから 99.57% 下落しています。5. エバーグローコイン EGC。2021年9月に導入されたエバーグローコインは取引手数料とバーンメカニズムを通じて保有者に自動的な収入を与えるように設計されたデフレトークンです。 EGC は保有者に報酬を与え、持続可能なエコシステムを開発することに重点を置いています。トークン価格が 0.000000075775 である EGC は日足チャートで 5.79% 下落し、最高値の 0.000003379 ドルからは 97.76% 下落しています。 EGC は4529番目の暗号通貨としてランク付けされており、評価額は3534万ドルです。 6. 埼玉県埼玉。次の柴犬候補リストの最後のコインは埼玉県埼玉です。2021年5月30日に取引が開始され、長年にわたって最多チェーンコインへと進化してきました。このトークンの背後にあるエコシステムチームは、全ての人、特に銀行口座を持たない人や銀行口座を十分に持てない人に金融サービスを提供することに注力しています。教育リソースを備えた透明性のあるコミュニティ主導のエコシステムの構築に重点を置いています。埼玉は現在1トークンあたり 0.000946 ドルで取引されており、過去24時間で 4.51% 下落しています。時価総額は4011万ドルで、コインマーケットキャップでは573番目のトークンとなっています。一方、チャット GPT は投資家に対し、前述のトークンに投資する前にデューデリジェンスを行うよう促しました。これはほとんどのミームコインと同様に、これらの資産は非常に不安定で莫大なリスクを伴うためです。これらのうちのいずれかが将来大幅な利益を計上するという保証はありません。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。